まあ、昨シーズンそんなに出場機会が伸びなくて、で今年にかける思いって相当だったと思うんですよ。今年とかは、うん、ある程度試合にも出たりアシストをしたりっていう中で、うん、でもずっと悩んでます。前に進むしかないかなっていう今は思いです。でも本当に今回練習とか見に行っても居残りすごいしっかりあって、で練習中も声出して、だから腐らないんだなっていうのが正直すごい思います。時にはきつい時もありますよ、やっぱり。それはそうですよ、ありますけど、それはもう、はい、自分の中でしっかり、はい、解決して、うん、はい、練習中には取り組むようにしています。塚川選手が1年半しゃがんできたっていう言葉をこの前おっしゃったんですよ。出番がないけど、でもしゃがんできた中でも得たものがすごい多かった。でもやっぱりフロントアレで得たものってすごく大きいとかあるのかなと思うんですけど、どんなところですか？いや、やっぱりそれは思いますね。まあ、後期もやっぱり FC 東京行った瞬間に自分自身すごい自信も持ってやれてるっていうのは言ってたんで、より自分にとってもレベル上がってると思うんで、試合に出た時に爆発できるようにっていう、ですかね。でもそのフロンターレでその自分のレベルが上がってるっていうのはどんなとこで感じますか？やっぱ判断のスピードだとか、まあ、切り替えのスピードだとかっていうところは他のチームとはの違いだと思うんで、そういうところはより川崎色に染まっていったんじゃないかなと思う。いい言葉ですね、川崎色に染まりましたか、そこは。はい、知念選手からイニエスタだって表現されてましたもんね。まあ言い過ぎですねなんかね、この話も聞いていいですか？背番号14が好きって、はい、まあいろんなところでおっしゃっていて、やっぱちょっと私勝手に中村憲剛選手のファンだったんだろうなと思い込んでたんですよ、はい、でも今回ちゃんと調べたら全然違って、ヨハン・クライフの、そうですね、もともとは、はい、そうかって言ってます。それがジュニアユースの監督がヨハン・クライフが好きで、そういう選手になってもらいたいなっていうのでつけられた。そうですね、まあ、でもそういう話を聞いて、ヨハン・クライフを見るとなんていうんですか、まあ、テクニックはすごいですし、相手の意表をつくようなプレー、そういうプレイヤーだったんで、なんかあこういうのいいなって思いましたね。ついでにファッションのことも聞いていいですか？ファッションファッション、急に話変わるんですけど、あのうちのディレクターがね、春日選手はファッションにもこだわりがあって、さりげなくブランドをつけていると、人が知ってるようなよくあるブランドじゃなくて、こだわりのブランドを身につけてる。ハルトハウスに来るときは基本でもブリストルっていうブランドを毎回着てきてるかなっていう。それだ。でも一般の人は確かに分かんないかもしれないですね。でも知らないか、あんまり。そのやっぱブリストルって架空のサッカーチームのブランドなんで、川崎の選手って結構みんなクラブハウス来る、みんな私服で来るんです。あ、だからあれか、私服っていうのはそのジャージっていうかスウェットとか、そうですね、ではなくてちゃんとした服で来る人も多いってこと。他のチームはちょっとしたブランドのスポーツ系を着てきたりとか、うん、っていう人も多かったんですけど、でも確かにそうかも。他のチームは結構みんなラフな格好で、ラフな感じが多いと思います。都会なのかなと思いましたよ、僕は。都会だからやっぱ服に気使ってんのかな初めての関東圏なんで、はい、そうそうそう、小塚選手のことがなんかすごいよくわかりました。ありがとうございます。本当はね、いろんな各地の美味しいものとか紹介してもらおうかなと思ってたんですけど、ちょっと時間がなくなったので、今度またぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。せーの、好き好き、フロンターレ。